はい、T.M. ネットワークトリビュートアルバムフォーティースセレブレーション。 の、えー、ネタバレをしたいと思います。楽しみに、えー、しておりましてですね、えー。なかなかちょっと届かなかったんですけれども、まあ YouTube の方でプレビューがあったんですが、それも聞かずにですね、ディスクの到着を待ったというね、まあね、<laughs> いつの時代だっていう話ですよね。まあ一応 B's のね、Get、え、Wild、ー、だけはラジオの方でね、聞かせていただきまして、やっぱり最初聞いた印象と、それからこのちゃんとね、C で聞く今時ですけど、 この印象は全く違う。最初はビーズがゲットワイルドを歌うというね、そのインパクトだけでしたが、まあ冷静になってちゃんと聞いてみるとですね、これは良かったのかっていうね、問題がありまして、それがですね、この全体、トリビュートアルバム全体に漂っているということなので、かなり酷評になると思いますが、興味がある方はお聞きいただければなと。 思います。えー、まず、セブンデイズ・ウォーですね。えー、読み方がよくわからないんですが、グレー・ヨン・ボーイズ。 ですかね、なんか、韓国でクレヨンなんとかとかあったような気がしますが、そういう感じなのか、グレー、グレーフォー、グレフォンボーイズかな。ちょっと読み方がわからないんですけれども、まあ、今回アルバムのジャケットを見ればわかる通り、セブンデイズ・ウォーなんですよね。なんで、もちろん原作の方がお亡くないなりになってちょっと、ちょっとタイムリーな感じ。 にはね、なってるんですが、まあ、これはもしかしたら、最後40の最後でセブンデイズウォーやるんじゃないかっていう布石なのかなと思ったりもします。それでですね、このセブンデイズウォーなんですが、ちょっとアーティスト名は読めないんで、省略いたしますけれども、これが良くなかったですね。このアルバムのトップに一番良くない、まあ、一番良くないのは他にもあるんですが、まあ、良くないものの、一番良くないものの一つを持ってきてしまうと、何の想像力もない。 ですね。で、しかもですね、カラオケ大会みたいにこうなってまして、で、しかもですね、アレンジャーの音楽監督の人が、まあ、それじゃあ自分のね、出番がないからっていうんで、オーケストラアレンジ入れときました、みたいな。これはですね、原曲がもともとオーケストラっぽい雰囲気をですね、ーピースというかバンドで出そうとした、バンドと打ち込みで出そうとしたという、ね、ことをですね、逆手にとって、じゃあ、ちょっと、 オーケストラアレンジ風入れとけばいいんじゃないっていうね。まあ、入れ方もちょっとかなりダサいんですが、要するにまあ原曲のコンセプトをまあ台無しにするアレンジですね。ということだと思います。まあこれをちょっと1曲目に持ってきたのが本当に残念ですね。 そして残念なのがずっとこう続くんですが、カプセルのセルフコントロールですね。で、カプセルっていうのは多分中田康隆さんのバンドユニットだと思うんですが、これがですね、ボーカルの方も魅力がないんですが、このボーカルの方がサンプリングしたのをセルフコントロールのサビでも使っていると思うんですけれども、これは大失敗だと思います。これはですね、もう全然もう曲がもうペタンとなってしまって、しかもアレンジもこんなセルフコントロール っていうのは暴れることが、ね、できる曲なのに。まっ 全く持ってお気に入っててにいいいるととうこでですすすねねねセルルフコントロールしすぎじゃないですか、ね、中田さん、ね、だからこれはですね、中田さんはですね、これ、サビのセルフコントロールをね、自分がやるべきだったんじゃないかなと思うんですよね。しかもですね、まあ、キネさん曰く鼻をつまんで歌ったっていう、まあ嘘だと思いますけど、<laughs> 鼻をつまんでね、歌ったっていう逸話があるくらいなんでね、鼻をつまんでね、セルフコントロールと言って、それをサンプリングするぐらいのね、勢い が必要自精神の解除がね必要だったんじゃないかフィールドがありすぎですよでこれがただそれをね出したいんだっていうのがわかるのがまあこのセーフコントロールとゲットワイルドの流れだと思うんですけどなんかやたらベースだけね暴れているんですよね。 だからベースの人がね、よくありがちな、俺ベースだから何やっても構わないでしょうっていうね。まあベースが一番変態率が高いと思うんですが、なんかベーシストなんですかね。なんでベースでその暴れる自分の表現欲をですね、満たそうとしているのが、まあ、このセルフコントロールとゲットワイルドでこう感じられるんですが、どうせ何やってもわかんねえだろう っていうね、えー、ことなんですよね。で、その割には、セルフコントロールの最初と最後に、まあ、桜大戦のサンプリングみたいなのをね、入れていて、まあ、わかる人にはわかるでしょみたいな、その曲の中ではなくてですね、その曲とは関係ない前後にちょっとだけ入れるというね、かなりお気に入った、ね、プロデュースをしておりまして、まあ、これはゲットワールドもそうなんですが、せっかくビーズというね、最高の 素材があるにも関かかわらずですね。まあ、セルフコントロールは置いといてという話なんですが、料理、無難な料理が出てくるということなんですね。ちょっとま、パフュームも私は好きではないし、カプセルさんも今回聞いていまいちだなと思ったところが多分、中田康隆さんに感じるその、お気に入ってる感、セルフコントロールしすぎ感が出てて、そのセルフコントロールの効いている中田康隆さんがセルフコントロールを自らやるっていうのが、これはもう、メタ的な、まあ、自虐、 自虐ギャグなんだろうなと。もう分かってやってるんだろうなっていうところが、まあ、このセルフコントロールのこのトリビュートにつながってるんじゃないかなっていう、まあ、かなり曲の出来はともかく興味深いね、選曲なんだろうなと思いますね。セルフコントロールの後にゲットワイルドですからね。ちょっともうここはもう笑うしかないなっていうね、配置なんじゃないかなと思います。で、その後ですね、サマのヒロユさんと誰かのビヨンドザタイム。 なんで特にですねこちらもお気に入ってる感が半端ないんですがボーカルのカッターのブレスがもう多すぎてでしかもあんまりブレスの帯域が広いっていうのかななんで気になってしまう音なんですよね まあこれはちょっと残念ながら聞けない、そんな何回も聞けないなっていうね、まあ感じですね。で、ここでちょっとブレイクということで、マリアクラブがヒャダインさんと d j コーさんで、<laughs> まあこれは昔なんかてっちゃんがですね、イオス500か700で作ったっていう曲があったと思うんですが、まあその延長。で、マリアクラブって多分、ね、デモソングに入ってたと思うんです、思いますし、それからサンプルとかもね、ボイスサンプルとかも入ってたと思うんですが、まあそれをこう、はい、わざと え、使ってくれているという、まあ、サービスブレイクなんですが、DJKOO さんも入ってるということで、よくある、あれですね、TK レイブファクトリーのですね、アルバムによくある、ちょっとお遊びタイムをコンセプトにしてるんだろうなと思うんですが、え悪くはないと思いますが、まあ、1分半ぐらいしか聴けないなとえ、そんなずっとリピートしてたりとか、それからやっぱ展開をあと2個、3個ぐらい入れて欲しかったなっていうね、え、ことをですね。で、 ビートギャザーの乃木坂なんですが、まあ、ここでようやく戻ってきたって感じですが、まあ、ですね、こう、前の,のマリアクラブがね、パーティーセットだったとすると、今回のビートギャザーの野木坂はですね、ハンバーガー、マクドナルドのハンバーガーっていう感じですね。マクドナルドのハンバーガーとポテトみたいな感じで、非常によくできてるなと思います。まあ、褒め言葉ですね。美味しいもの回で、ハンバーグ、ハンバーガーの回をね、見ていただ、読んでいただければわかると思うんですけど、 非常にこう曲ピア自体がいい曲なんですけれどもある意味の間のなさスカスカ感があってそれがちょうど乃木坂と合っているとこの「てっちゃん」の曲と乃木坂あるいは AKB グループって本当相性が良くてなんか月のね 月の曲とかね、ちょっと曲名わかんない忘れちゃったんだけど、<laughs> 月の曲とかね、結構良かったですよね。あんまり知られてないと思うんですが、2001年宇宙の旅の MV みたいな曲ですね。あれもすごく良かったんで、えー、てっちゃんと秋元康し、康、康しですね。は、康すすとはですね、相性がいいんじゃないかなってね、思いますね。で、ちょっと、ここでですね、このパーティータイムと、それから癒しタイム、 が入ってるですね、そこからですね、たれタ,タイムですね、西川貴則さんとですね、松戸栄美さんっていうことですが、まあ、ラブトレインの方はもう完全に西川さんのですね、キャラでもう仕切るという感じで、これといった、まあ、ちょっとビ,ビヨンド・ザ・タイムと同じ方向性のね、アレンジになっているんで、まあ、特筆すべきところはない。 と思いますけれども、まあ、もし、このナブトレインの西川さんを入れるんだったら、このガンダムシードの1曲目ですよね、の方が全然良かったなと思うんで、ちょっと残念ですが、まあ、西川さんの声でね、まあ、聞けるというところなんじゃないかなと思います。で、ヒューマンシステムですね。松田由美さんも。 大期待のところですね。えー、で、期待を裏切りいらなかったっていう。まあ、このトリビュートアルバムの中で何がすごいっていうのはやっぱり松東谷由美さんだったんですよね。えー、目玉ですよ。そしてそれを裏切らない、この真夏の色の夢みたいなアレンジ。松東谷さん、旦那さん、最高ですね。えー、だから、うまいかどうかっていうとユーミンのね、歌がね、うまいかどうかっていうのは置いておいてですね。まあ、完全にユーミンの歌になっていて、まあ、こういうのを聴きたかったわけですね。 なんで、西川さんからのですね、ユーミンタイムということで、まあ西川さんが全座にこうなっちゃってるわけなんですが、まあ妹で二人組、素晴らしいですよね。松屋さん。やっぱこういうものをね、作ってほしいな、聞きたいなというところだと思います。<laughs> そして、タイマシンですね。坂本ミウスさん。 ですね。幼少の頃から、えー、ファンクスだったという、まあいわゆるお仲間っていうことですよね。で、えー、ただまあ大生まれがちょっとすごかったっていうね、ことだと思うんですが、とですね。結構期待していたんですが、ちょっと残念な方な結果に終わってしまったかなと思います。まあ歌いかな、他のキーのところかな、キーもちょっとだけど、えー、そのアレンジがもうつまらない。 いうことで,す、ねでまあ、曲の雰囲気を壊さないっていうことだと思うんですが。 じゃあ、そのまんま行けばいいんじゃないかなと思ったらですね、インターバルのところで多分、レコードのノイズ、ヒスノイズかスクラッチノイズか、まあそういうレコードのパチパチっていうノイズがちょっと入っていまして、これ多分レコードをイメージしていてタイムマシンをね、イメージしてると、レコードイコールタイムマシーンっていうイメージなんですが、これが安直だったっていうことですね。しかも、その音をね、そのものの音を入れるっていうさらに安直なアレンジということで、これはちょっと最低なのかなと思いますね。 デイズを継ぐ最低アレンジかなと思います。そして最後ですね、三島ひかりさんのエレクトリック・プロフェット。こちらもですね、大期待。ユーミンの次に期待。あるいはユーミンのより期待みたいなね、ところで大鳥に入ってると。ユーミンを差し置いて大鳥に入ってる三島ひかりさん。で、素晴らしいですよね。やっぱり素晴らしかった。ただちょっといろいろ問題もあったかなと思うんですが、まず素晴らしい点は、これはですね、タイムマシン。 の、坂本美優さんのね、タイムマシンと比較してしまうところなんですが、タイムマシンを表現するのに、レコードのノイズを入れるという、そういう安直なね、しかも音的にも、アイディア的にも安直だし、音的にも安直なアレンジをしたタイムマシンに比べてですね、このエレクトリックプロフェットは、 これタイプライターだと思うんですが、イメージはね。タイプライターのリズムを、タイプライターの SE をリズム代わりに使っていると。そして、もうタイプライター使ったことがある人っはいないと思うんですが、パンパンパンと打っていって、 で、まあ、この打ち方もやっぱりリズムになってるんですよね。そうしないとこう続かないんで、割とタイプライターっていうのはこうリズム打ちみたいなことになっていて、さらに小説のバーを表現するということで、行を折り返す時にですね、レバーをこう引くんですが、その時チーンってこうなるんですよね。で、これはそのタイプライターのチーンって音じゃなくて多分ベルかなんかの音。まあ、全部タイプライターの音ではないと思うんですが、まあ、サンプリングして加工したかもしれませんが、ちゃんとマシン ノイズズととちゃんとリズム帯がですね考えられているというもうタイマシンとね、まあ、比較で何回も出して申し訳ないんですがその安直なサンプリングコンクリート手法とはま一線を画すちゃんとしたアレンジになってましてこれ多分元ネタは坂本龍一さんかなのバレエメカニック だと思うんですがあれはこうカメラのシャッターの音をね使って同じような音を構成で作ってまして、三島ひかりさんってなんかちょっと YMO、OK、系と関係があるんですよねで。なんで多分そこら辺から持ってきてる だろうなと。まあ、これだけでも100点ですよね。えー、そしてまあ、三島ひかりさんの役者としての表現力も相まって、エレクトリック・プロフェット、こんな難しい曲をよく歌えたなって思います。えー、ただですね、ちょっと三島ひかりさんのポテンシャルがありすぎてですね、まあ、安やす,やすと歌ってる感が出ちゃってるので、まあ、ここはなんとかした方が、キーをものすごい高くするとかして、 もうちょっとこう、三島ひかりさんがお気に入ってるか、まあお気に入ってはいないと思いますが、三島ひかりさんのポテンシャルが高すぎる問題がこう出てきた、出てきちゃったんじゃないかなと思います。ちょっと達観しすぎなのかなと。もうちょっと何かこう、あれですね、差し迫った感がね、まあ、そうしないとそのタイプライターとのバランスがつ,つかないと思うんですよね。このタイプライターという文明の利器、 ですね。で、そしてそれが予言書を書いているというね。その、ある意味秘書ですよね。秘書がこう、マシン的に書いている横でですね。さらに、マシン的に、サイボーグ的に、三島ひかりさんが歌ってるというのではちょっと面白みが足りないのかなと思いますね。あ、それでですね、SD ラブ v e を飛ばしてしまいました。クルディさんですね。こうクルディさんは多分今回、ベストアレンジ賞、ベストファンクス賞ですね。 よくわかってんなっていうね。イオスサウンドコンテストとかでね、応募する人の優勝者みたいな感じですね。このスバハーの持っている世界観、あれですね、夜に空を見上げてるという世界観から持ってきて、アレンジでその世界観を表現するということで、まあ、最初に多分1974のリフをこう入れてるわけですね。全、まあ、編入れていて、1974のサムシング・ムーブ・ゼムっていうを、そのイメージ、 でね、ずっとこう、スティレラ・バハに重ねているわけですね。そして、えー、最後にですね、ディスナイトで終わる。ディスナイトは、ディスナイトって言っちゃってるような気がするんですが <laughs>、これはサービスなんだけど言わなくてもよかったかなと。と全部ちゃんとアレンジでね。 入れれば良かったんじゃないかなそれはやっぱり伝わるかどうか不安でちょっと置きに行っちゃった感があるんですけどこれはアレンジだけで良かったんじゃないかなっていうねえ気がしますねというわけでベストファンクス賞でまあ、くるりさんということですねえというわけでま一、あ、番の方の Beyond the Time はなんか最後まで聞けるっていうことがあれらしくてちょっと聞いたんですがまあ、確かに最後の方まで聞けたような気がしますえというわけでですね横浜もうすぐ近くなんで体調にお気をつけて